あなたが後手です。3段の方対戦チャンネル登録よろしくお願いします。対局開始。さあ嬉野流、嬉野流か、右側のパンツ脱がしてください。今の角交換で危なかったですね。よろしくお願いします。剣飛車。嬉野流ではなさそうですね。さあどう来るか。あ、これいいっすね。地下鉄来い、地下鉄来い。振り飛車穴熊。ヘナチョコ来い、ヘナチョコ来い、来い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 、角上がれ。ちょっと待って、パンツが脱げなかった、パンツが脱げなかった。一旦猶予をくれ、猶予をくれない、ダメだった、パンツ脱げなかったか、しょうがないですね。これどうすればいいんだ。飛車走るでいい。それなんですか。2分30秒。それなんすか、よくわからん。まあ飛車は紐ついてるしな。でも歩切れに刺しておきたい気持ちもあるな。まあ一回引きますか。なんかあるんか。5五銀とか。違う、よくわからんな。よくわからんから3五歩。まあパンツ脱げてないんですよね。めちゃくちゃ不利ですね、パンツ脱げてないっていうのはね。これ引くしかなくない。2分。引くしかないよね、引くしかない。で角成りってことかな。打ちか。あ、それやばいな。それやばいな。こうしとこうか。飛車くださいよ。角成りは OK です。飛車交換できるんで。なんで他の手指すんじゃないかな、角とか動かさずに。うん、うん、そうですね。金が出てもいいとは思うんですよね。金出ますか。で飛車交換しますか。多分これ7六に角なるってことですね。1分30秒。次桂馬取りましょうみたいな、そんな感じだと思います。この拠点もらいましょう。いやーでもまだ微妙ですね。これなんだ、取ると。これ歩打ちがあるんですけど、どうなんですか、そこのところ。ミスりましたね。ミスりましたね。うわーミスったーって絶対言ってますね。これ何でもないですよね。 何者でもないので、こんなんでどうすか。結構嫌じゃない、強者も取れないしみたいな。8五歩ぐらいですか。8五歩ぐらいだと思うんですけどね。あ、何もしないもあるか。何もしないにしても守備を解くぐらいしかないんで。おお、馬はどうでもいいですよってやつですね。これはしましょう。勝負勝負勝負。うん、金はあげましょう。生贄です。はあ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 、なるほど。まあじゃあ馬もらいましょうか。しょうがないですね。打ち取って、角打ちとかでどうすか。6六の銀も狙いつつの角打ちなんですが、どうすか。避ける、避けるのか。避けるでいいのか。
そうか。ちょっと一旦狙ってみる。これ詰めろか？詰めろの匂いがする感じ。受けられていく。30秒。30秒しかない。これ行くしかない。これで行きましょう。ちょ、勝負するしかなかった。あー、そっち行くんか。あー、それ嫌だな。20秒。まあ、金打ちしかないですよね。まあ、猛攻しても時間切れ狙います。ごめんなさい。本当にすいませんでした。本当にごめんなさい。これはもう僕の完全な攻めミスです。ありがとうございました。なんか素晴らしか勝利でした。済ますことができました。ありがとうございました。あなたが後手です。3段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。対局開始。さあ、試験飛車よろしくお願いします。試験飛車は左側のパンツでいきましょう。よろしくお願いします。試験飛車じゃない試験飛車じゃない感じ。ひながこい。それ試験飛車じゃない感じ許さねえ。絶対に許さねえ。絶対許さねえ。嘘つき許さねえよ。絶対許さねえ。これどうするんだよ。これどうするんだよ。一回歩ついとくか。銀も上がろうか。どうするんですかね、これ。2分30秒。こんなん。いやー、ちょっと待て。金が死ぬ。金が死ぬ。金が死んでしまうよ。そんなことされると。桂馬飛びか。いや、桂馬飛べない。桂馬飛べない。桂馬飛べない。あー、やばい。終わったんでは？終わったのでは？これ。打開策をください、打開策を。あー、打開策がない。いやー、これどうするんだよ。桂馬を飛ぼうか。これで耐えてる。耐えてない。いや、耐えてる。なんか間違えてくれた。いける。なんか間違えてくれたぞ。これまだ大丈夫です。ギリギリ耐えてる。桂馬で取ったら8六金としましょう。で、飛車逃げたら歩を取ればいいんで。あ、それは聞いてない。ちょ待って、それは聞いてない。これこうしようか。いやー、怖い。非常に怖い。怖いけど、お相手飛車打ちにちょっと弱いんじゃない。飛車打ちにちょっと弱いのでは。そんな気がするんですが、私。これなんでもないですよね。行きましょう。1分30秒。これもなんでもないですよね。と気になって。この戦い勝つぞ。勝つぞ。これは角避けて。角避けなくてもいいけど。まあ、一回避けますか。大丈夫ですね。大丈夫ですね。大丈夫です。と金入った手が結構痛い気がする。お相手。さあ、どう来る？困ってるんじゃないの？
意外に。さあ逆転を見せます。逆転を、逆転術です。強者、強者与えて大丈夫ですか。強者打ちなんかありますか。ないです。いきます。銀引けか。まあこれ一回取りましょう。でもう一回打っといて切ってくる。これは同玉と。あーなるほど。でもこれどうなんですか。こうしてで駒が変わったのでこれで受けが難しいんじゃない。これ突破できそうですね。うん、これ突破できそう。さあどう来る。相手に攻めはないのでこれは受けないといけない。相手攻めないですよね。大丈夫ですよね。よし大丈夫です。あとはこっちが攻め切るまでですね。これもちょっと嫌な感じなんで一回受ける、一回受ける。さあ次は金取りますよ。さあどうする。金取りましょう。金引く手が詰めろでいいですよね。詰めろです。うんうん。で危ない今5-1になりそうだった。5-1になりそうだった。危ない危ない。これどうするんだ。なんかあるのか。30秒。なんかあるかな。わからんな。わからないから取ります。同玉は詰みですね。20秒。あやばいのか。やったやった。これやばい。やったこれやりました。ごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい。これやりました。僕やりました。申し訳ない。10秒。申し訳ないです。ごめんなさい、本当にごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、本当ごめんなさい、ごめんなさい、本当すいません。こんなことするつもりじゃなかった。時間切れがち。本当に申し訳ない。ありがとうございました。